hope we don't have to fight. Morning, everyone. Hello. Morning, everyone. Before we start our meeting, Takuma thinks he's having a meeting with me. We're just going to spend, it's going to be a surprise when he sees you all. Congratulate him on his debut last night and his goal. He's just a half marathon. Hey, Takuma! いや、そういうところもあってやっぱこういうのを見せてください。さすがっす。いろんな思いありましたけど、もう常に準備はしてきたので、あとはもう楽しむだけです。去年の俺とは違うんだぞってところを見せたいなと思います。どこにリンゴはねえぞ。うっす。それだけです。勝ちます。そいつはやるよ。俺は知ってる。まあ、ただ空回りしないようにだけ気をつけます。やります。空回るぐらいさ、はい、持とうよ気持ち。行こう。空回り上等でしょ。どういうこと？これああいうタイプじゃないはずだったんですけど、なんか泥臭い系の。そこで木田君に会えたら点取れます。いや、あるっすね。あそこっすよ。やっぱ外であれ話したらダメっす。中入ってよかった。よし、こっからっす。試合に出るチャンスもらったらそこでしっかり結果を出すしかないっていうふうにもう冷静に考えてたんで、そんなになんか試合でじゃあガッと力が入りすぎるとかそういうのはなかったです。マルコスがボール持ってる時にあの時も冷静で3人目の動きをもう予測して相手より先に動き出すことができればパス来るんじゃないかなっていうところまで瞬間的に考えれたんで、今までのゴールの中でも1に争うぐらいいい形だったんじゃないかなと思います。高校まで大学でボランチです。サイドバック自体4年ぶりみたいな関係ないの。自分の価値を示さないと大丈夫です。余裕は言い過ぎた。舐めすぎたね。そういう気持ちでいい。大丈夫。公式戦に絡むってすげえ大事かなってすごい思うから、出た時に最初で最後のチャンスだと思って結果残すのみかなとは思います。マジ一番はスタートっすよ。スタートできればいいけど、やるだけっすね。試合に出たいつも通り画面つく。どれだか気にすんねん。いや緊張してるって聞いたから。
いや、緊張してるって尾形マジでそう見られてるのかな。一番重症で緊張してること自分が気づけない今一番心に染みたよ。それで緊張ほぐれるやついるのか。緊張してる。いやだからそれが一番嫌だってみんな言う。お願いします。どうぞ。よっしゃ。集中。すいません。全然やるよ俺。いやいやいや、俺覚えてました。え？覚えてました。アホみたいな顔してたよだって。じゃ顔に全部書いてあった。来たら気だと思ってたから。顔に全部書いてあった。忘れてた。気持ち込めてたそれ。二人の会話見て笑ってたら俺も忘れました。集中。気持ち込めて渡そう。しっかり。試合行こう。これもカッサルの準備を。試合やろう。はい、やろう。So now get yourself sorted, get ready. We start the second half, we send a clear message to our teammates that I'm ready. That I'm ready, and we send the message to them that we're going again. Taylor, we're going again. Come on. Play our football, Marcos. From the start.
もうちょいだ。パシーン。決めてるだろ。いつものあれどうしたんだよ。いやでも俺釣らないように縄跳びとか毎日やってこれだから、もう努力してこれだから今の実力、釣るのはしょうがない、力入れすぎた。いや楽しかったです本当に。なんかこれまでこういうここを目指してやってきたんで、まず一つこうやってデビューできて嬉しいし、まあ、やっぱりもうちょっと自分らしさ出したかったですけど、まあ、最初ちょっと硬かったかなと思うんですけど、雰囲気に飲まれなかったのが良かったと思います。もうずっと自分が向こうにいる側だったので、これまでは自分が応援される側になって本当に感慨深いものがありましたし、本当に力になったなって思います。はい、すいません。いやこう止めた瞬間ちょっと打ち入ったけど、もう一個持って来たと思って振ったらダメです。決めたかったっす、一番で、もうあそこにもう行こうと思ってたんで、決めたら乗るな。もうそれホッとしてる、もう足つってたから、初めてだよ、足つるのコーヒー飲みたい。Okay, before we start this morning, it was a special night for a number of reasons, obviously. Thank you, mate. Okay, thank you, so congratulations. Oh, man, thank you. Professional day, isn't it? Should be very proud of your contribution that you made to the team yesterday. Well done. What did you mean, though? まあ自分は大学4年間こうマリノス戻りたくて、それ自身でやってきた、まあそういうつもりでやってきて、でまあ慶吾も JFL でやっぱり4年間同じ期間頑張ってやって、こう戻ってこれて試合前もこうこれどこまでも走れるなみたいな感じで話してたんで、まあ釣っちゃったけど、そうです。まあそれでもまあそういう気持ちで取り組めたし、いろんな選手とかがサポートしてくれて、やっと認めてもらえたじゃないですか、こうサポーターの方にも認めてもらえたのかなと思ったので嬉しかったです。まあ、一生タイミングで帰ってくるっていうのもびっくりしましたし、まあ、何かの縁なのかなと思いますけど、一緒にプレーはできなかったですけど、俺が釣ったおかげでだから、まあそうだ次は一緒に出たいですね。で同じ日にデビューできたっていうのは嬉しいです、すごい。多分サポーターの皆さんも喜んでくれてると思うので嬉しかったです。試合前に、うん、もう縄跳びやってるからふくらはぎは釣らないって言ってたんですけど絶対ふくらはぎは釣らないけどこっちは分かんないみたいな、うん、ハムとか、うん、ふくらはぎは大丈夫って言ってて、でどこ釣ったの？でふくらはぎ釣りました。鍛えてたところです。だからこれ鍛えてなかったら多分後半1分ぐらい釣ってたかもしれない。鍛えての70。鍛えての70だから、そういうことな。鍛えてなかったらもっと早かったかもしれないです。そこは良かったかな。